パンプシェードを作ったきっかけっていうのは、昔パン屋さんで働いてた時に、あのパンの奥深い魅力みたいなものに気づいた瞬間があって、というのもパンって食べるのももちろん大好きなんですけど、なんかあったかくて優しくて人を幸せにするような、なんか思わず笑顔になってしまうような、そんな魅力があると私は思ってて、そんなこう不思議な魅力っていうのを、あの食べるだけじゃない溢れんばかりの魅力みたいなのを作品を通して、あの感じてもらいたいなっていうふうに思って作り始めました。パンデリア、パンで作ったシャンデリアです。これ全部一個一個違うパン屋さんに協力してもらったんですけど、一つ一つの個性みたいなのがすごく生き物みたいな有機的な、あの不思議な魅力があると思ってて、毎日毎日パン屋さんでパンに出会ってると、パンのことがますます好きになってきて、どんどん愛着が湧いてくるような感じがして、その気持ちを作品に昇華させたいなと思ってます。 Thank you.